振り返れば振り返るほどちょっと遊んでた記憶しか、写真撮ってたから遊んでんなんか申し訳ないぐらい海が一番遊んでましたね。まあ写真集を出す日が来るのがなんか、そうですね、話聞いた時なんかすごいちょっと笑っちゃうぐらいなんか考えてなかったというか想像してなかったものだったので、なんなら冊子になってようやく本当に出るんだみたいな感覚がありましたね。沖縄はずっと行ってみたいと思ってたので、まさかこういう機会でね、こう行けると思ってなかったので、すごくやっぱ楽しみにしてたのがちょっと爆発しすぎて振り返れば振り返るほどちょっと遊んでた記憶しか、特に海とかは写真撮ってんだか遊んでんだかわからない瞬間もなんか多かった気がしますね。まあ本当に申し訳ないぐらい海が一番遊んでましたね。ずっと遊んでましたし、すごくやっぱ綺麗な海ではしゃいでいたので、沖縄を体感しつつ一番楽しく撮影させていただいた場所かなと思います。一番のお気に入りはこの写真なんですけど、これですかね。自分でやろうと思ってやったポーズは多分この写真ぐらいで、これは僕がすごくマンチェスターシティというサッカーチームが好きでして、その中のアーリング・ハーランド選手っていう選手のゴールパフォーマンスなんですけど、これだけは明確に自分の意思を持ってちゃんとしたポーズなんで、なんかすごく絶対入れてほしいっていうのを強く言って入れてもらった写真ですね。まあ、ハーランド選手って言うとやっぱ、まあ、今季めちゃくちゃ点取ってるので、理不尽なぐらいの強さとスピードと決定力は毎試合毎試合ワクワクさせてもらってるので、そのポーズをちょっと今回は。なんかいろいろ表紙も決める中でこう何個かいろんな写真を見てたんですけど、なんかやっぱどうしても遊んでたせいで、遊んでたって、遊んでたって言い過ぎですけど、遊んでたせいでやっぱこうちょっと緩いというか、なんか何の写真集だかよく分かんなくなるような気がして、表紙ぐらいはちゃんとしようぜってことで割とこう数少ないちゃんとしたやつを選ばせてもらいましたね。ちゃんとしてますっていうアピールのを込めた写真です。僕は本当何もしてないんですけど、でもまあすごく素敵な写真はたくさんやっぱこう周りの皆さんのおかげで撮ってもらえたので、100点だと思います。僕以外が100点です。僕以外の方のおかげで100点になりました